ます。まあ投資は余剰資金って言われますけどもね、ただ余剰でないものがあるんですよね。それが時間なんですよ、うん、時間っていうのは生活時間を切り分けないと投資の時間っていうのは使えないんで、生活を豊かにすればするほど投資に関わる時間っていうのがなくなっていくわけなんですよね。でも実際は人間が生きていると投資以外の時間にいっぱい割かなくちゃいけないわけですよね。で、専業のトレーダーさんっていうのは本当人にも合わないし、家族とも全然違う暮らししてるし、ただトレードしてるだけみたいな感じになっちゃうんで、もう本当に寄捨て人みたいになっちゃうんですよね。まあだからそこまでいかなくても、ある一定の時間を確保しないと、投資っていうのはその瞬間だけでいくわけじゃなくて、やっぱ相場が動いてる24時間365日の流れを特定の15分とか20分にこう凝縮してですね、トレードをする、エントリーをするってことになりますんで、やっぱりそういう意味で言うと、もう本当になんかこう、なんですか、ブラック労働っていうのが世の中にありますけどもね、究極のブラック労働なんじゃないかなと思いますよね。まあ、しかも、その、投資に関わるエネルギーとか、知恵とか、苦労っていうのは、他者から全然見えないわけですよね。で、労働っていうのは見えやすいわけですよ。大変な思いをして何か重い荷物を持ってるとかね、早朝出勤してるとか、上司に叱られてるとか、ああ気の毒だな、かわいそうだな、大変な仕事してるなってなっちゃうわけですけども、じゃあ実際投資家がどのぐらい、きつい思いしてるのかとかね、で、こう例えばロスカットの直前まで、まあ頭ね、プツプツ言わしてるのかなって、もう畑目には全く分かんないですからね。まあ、そうなってくると、やっぱこう分かってもらえる人が少ないってい こう孤独感っていうのは常にあるのかな。だからまあメンタルの仕事だとも言えますし、精神的にやっぱりね、こう弱い人っていうのはできなかったりするわけなんですよね。まあただし本当にね、究極やろうと思ったら誰にも会わないこと、そうするとすごく精神の余裕があるんで、投資にはすごく向いてる環境ができるんじゃないかなっていうところはあります。それから話はちょっと変わりますけども、やっぱり一生懸命ビジネスをしたりとか、ね、仕事をしていてもお金が稼げない人っていうのはもう時代遅れの稼ぎにくいやつを一生懸命やっちゃってるんですよね。まあこれはね、本当に全年齢に言えることなんですけども、若い方でも同じなんですよ。就職することが仕事だと思ったりとか、誰からから仕事をもらうことがまあ仕事って思っちゃってるんですけども、ほとんどの場合これっていうのは作業なんですよね。で、作業には対価っていうのはものすごく低く設定されていて、もう利益の出しようがないわけなんですよ。まあでもご本人さんはね、仕事だと思って一生懸命やってるんで、単価の安い仕事ばっかりやってるねって言われたら、まあね、イラつくこともあるし、その仕事にアイデンティティ持ってるんでね、もういやいややってる仕事ですらバカにされたら腹が立つみたいなメンタルですから、うん、やっぱ本当はね、今の時代みたいになってきたら、通勤をしない仕事を選ぶこともできますしね。それから、なんか顧客が広がり続けるものをビジネスのネタにすることもできますしね。なんか自由度は多分人類史上最も上がってるわけなんですよ。まあ、だから、知恵を使ってる人とか頭を使える人っていうのはどんどんね、お金を稼げるようになるんですけども、ただ残念ながらそれがどのぐらい高いレベルのことをやってるのかってことは、まあ言ってみれば、まあ、バカには分からないっていうね、一言になっちゃうわけなんですよね。だからそこにギャップが生まれて、まあいろいろと物事がこんがらがっていくのかなっていうところでございます。まあ吉田さんはね、一人でやってますんで、すごく環境としては恵まれてるんじゃないかなと思いますよね。うん、ここ3ヶ月だけでも、その速稼塾のね、塾生さんっていうのは大体まあ稼いだ途中で破綻していくんですよ。それこそ稼ぎが上がっていけば上がっていくほど、もう周りの人とかね、特に家族からはもう全然こう返事扱いされちゃってね、うん、入金額が増えてるんだけども、それ以上何が不満なのかなというところはあるんですが、もうやっぱりなんかこう、お金お金になってきて嫌だとかね、仕事人間になっちゃって前のなんか元通りにして戻ってもらいたいとか言うんですけども、元通りのお金に苦しんだ方が幸せだったのかなっていうね、ところを鑑みると、まさに織田裕二先生のお金がないのドラマみたいになっちゃいますよね。まあ人っていうのはそうなんですよね。なんかこう、とにかく気に入らないことには敏感なんですよね。どのぐらい恩恵を受けてるのかとか、どのぐらい ありがたいことなのかってことは、まあ、全然あんまり意に介さないっていうか、うん、まあそれは自分に提供されて当たり前っていうところになってくるんですよね、きっとね。うん、でも昔ね、問答でこういうのがあったんですよ。なんですかね。感謝の反対語は何ですかっていう感謝の反対語は何ですかっていうのがあって、模範回答は、感謝の反対は当たり前みたいな回答があったんですけども、いや、感謝の反対がやっぱり感謝だろうみたいなね、うん、つるっと360度感謝できなければビジネスはうまくいきませんよみたいな、速稼塾なりの回答を出したらね、すごい、そんなことを考えた人いませんみたいな感じでね、また共感を呼んでその人が塾生になってくれたってこともあるんですけども、まあ、私にね、そういうふうなね、感謝の反対側はなんか当たり前っていうことなんですよっていうふうにね、
まあ、知ったげなことをね、言おうとしたんでしょうけども、まあ、そんなね、常識論では論破できねえぜ、みたいな感じですよね。まあ、まさに常識なんですよ、この、感謝の反対側が、当たり前、みたいなことをね、どやるっていうのはね、いわゆるどやるってやつでしょ。なんか、もうちょっとね、こう、鋭い質問を浴びせてくれればね、ちょっとは胸を躍るんですけども、いまいちっていうか、誰だと思ってんだみたいな感じですよね、偉そうに言わせてもらったら。はい、じゃあこんなとこですかね。億万長者合宿、4億の損失、4億どころじゃないですよ、もうそんな従業員の給料にね。何なんでしょうこれ。あの従業員の給料はきちっと毎月作っていくんだけども、自分の借金はコンスタントに膨らむみたいなね。まあ、まさに給料もらって当たり前みたいな人にはね、まあ、この気持ちってのは分かんないだろうなと思いつつ、今日は以上でございます。いってらっしゃい。